どうもこんにちは、シーグレープです。今回はですね、武器小狩りについての情報なんですけど、この前、ね、武器小狩りから抜け出す方法と武器小狩りの種類について紹介した動画があるんですけど、それに加えてね、今回トライデントを屋上に乗せられてもほぼ 100% 逃げることができる方法をね、見つけたんで、それについて紹介しようと思います。ということでね、トライデント乗せられて、そこから武器小狩りされてしまったりとか、まあ、打ち返してても負けてしまったりっていうことがあると思うんですけど、今回紹介する逃げ方は、もう本当にトライデント上に乗せられたとしても、戦わずに逃げれる方法なので、よかったらね、最後まで見ていってください。では、早速見ていきます。まず僕たちが武器庫を回してたんですね。武器庫を回してて、上にトライデントが乗せられましたと。トライデントをここの屋根の屋上に乗せられた時っていうのは、まあそのままこのジャンプパッドを使って上に飛んでしまうと、トライデントに当たってこれ以上飛べなくて、なんか変なところでここで耐久している間に撃たれて変に飛んでしまうっていうことがあるんですけど、それをねなくす方法なんですよね。どうするかっていうと、まあ、トライデントを乗せる時ってまあこの辺に乗せるじゃないですか。乗せるんですけど、ホライゾンリフトのね、当たり判定があるんですよね。どういうことかっていうと、ホライゾンリフトを、まあ、真ん中に置くと自分たちは飛べなくなるんですけど、こっちのね、リフト、ここのジャンプパッドから少し離れたここにリフトを置いてもトライデントを浮かすことができるんですね。そして僕たちもジャンプパッドを使えるっていう状況になるんで、トライデントを味方のリフトで上に上げて、その隙にこの扉を開ける、その隙にジャンプパッドに乗って逃げるという方法になります。じゃあね、今回どうやって逃げているかっていうのを動画で流れで見ていきます。危なっはい、見てわかるようにここにねトライデントあるんですけど、ホライゾンのリフトで浮かして飛べてますよね。こういう感じでリフトで浮かすと、トライデントがある程度上まで飛ぶので、ジャンプパッドでまあここの高さまでしか飛べないんですけど、ここの高さまで飛んだと飛ぶとまあある程度ね逃げれるんで、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、今回の動画は短いんですけど、以上で終わります。ねね、少しでも役に立ったと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。